Come on!
任せ。なかなか。さーて、そら。よし。なあ、これは大きそうだ。いい手応えだ。これは大きそうだ。まあこんなものか。出てきやがったな。これだけ視界が悪いと危険ですね。慎重に行動しなければ。これは見事だな。それ。来た。なかなかだな。
それにしても漂流村もだいぶ賑やかになってきたよな。いろいろな奴らに協力してもらえるようになったし。そうですね。どうしても好きになれない方もいらっしゃいますが。お、誰のことだ。わかった、カーランのおっさんだろ。あなたね。ジョーちゃんは人が嫌いか。そんなわけ。大体今のあなたが。自分と違うって理由でいつも人に腹立ててやしねえか。そうかもしれません。でも最近気づいたことがあります。世の中には様々な立場の方たちがいて、それぞれ違うものの見方や信念がある。だからこそ争いが起きるし、逆に理解し合えたり協力することもできる。お互いに違う人間だからこそいろいろな可能性があるということを。俺たちもどんな関係になるかは俺たち次第ってわけだな。お、ヒュンメルの口からそんな言葉が出るとは意外だな。だがその通り。だからこそ世の中面白いんじゃねえか。ええ、気づいてみるとなんてことのない話ですが、私はいろいろなことを分かったつもりでいただけなのかも。そうやよ、ジョーちゃんみたいなお嬢様がなんで一人旅してたんだ。それは女性の心情を根掘り葉掘り聞くなんて失礼この上ありません。さあもう寝るといたしましょう。子供扱いしないでください。